今回は BM30、ウルトラデュエルのレア以下のカードを紹介していくぞ。新要素として白が初登場したパックですな。まあぼちぼちやっていこう。まずは軽く高レアのおさらいを。そこまで派手に環境で暴れたカードはいませんな。ガブリエラがエムロマに投入されてたくらいかな。武蔵は爆発力の塊みたいな感じで面白そうだったんだけどね。重さがネックになったのかなという印象はある。アトム敵場は城の中では知名度が高そう。それではレア以下のカードに。レア以下には環境で活躍したカードが結構多いですな。ローズキャッスルの存在はかなり小型クリーチャーたちの脅威になったとか。パワー戦のクリーチャーたちには冬の時代でしたな。まあ他にも色々あるけどここで語っても仕方ないし。せやなぁ。それでは個別で見ていく。効果がぶっ飛びすぎてて好き。アイコでも効果が続くのはありがたいね。注意点としては効果の発動が自分ターンの始めだからそこまでなんとか維持することですな。じゃんけんを磨くことで他のデッキでも先行を取りやすくなる一石二鳥のカードだね。これはなんとなく面白そうだったので紹介。プライゼっぽいカードと組ませるのが無難な運用法かな。トリガーになるのは呪文だけだからその点には注意しよう。種族が優秀だからそこを活かしていくのも面白そう。結構トリッキーなカードですな。ダイスベガスでカウンター気味に打てるとタップ効果も合わせてかなりうまいね。それ以外ならスレイヤーとかバトル時、破壊時の効果もちと絡めていけるといいですな。これ単品で見ると今だと思うあれだけど、当時なら十分なカードですな。今の種族サポートをどこまで活かせるかってところだね。自然は1枚で打点出してくれるのがありがたいんだよな。割といろいろな使い方をされていた1枚らしいぞ。とりあえずコンボ前提みたいなところはあるのかな。当時なら次のターン使いたいカードを持ってくるだけでもいいと思うけど。難しいカードだ。なんというか除去されづらくなった分、自分クリーチャーにしか反応しなくなったミストリエスって感じですな。ちゃんと高コスト白特有の回避能力を持ってるのは偉いね。環境ではパララと組んで活躍したそうですぞ。ほう。有名なオキドロソだね。結構リスキーなカードではあるけどその分こっちの動きの幅が広がるぞ。環境でも全くタイプの違う様々なデッキによく採用されてた印象。2020年12月18日に殿堂入りしたぞ。当時の一例としてこの辺のカードがメタの対象になったぞ。一応この城が張ってある状態でパワー戦以下のクリーチャーを出しても出た時効果は使えるぞ。また使われるようになることはあるのだろうか？わからんね。これはかなりいいカードなんだよな。このパック発売の少し前に伝道したバジュラを持ってくるのが一般的でしたな。今ならモモキング系のカードも状況に合わせたカードを持ってこれて面白そうだね。サーチ先は有名種族が多いからこれからも選択肢は増えていきそう。キモ。しゃあない。このカードの活躍は D ロマノフからという印象ですな。シーザーとかを使うのも全然悪くなさそう。シーザーが使われたって話は聞いたことないけど。D ロマデッキはカラフルダンスと激烈に相性が良かった印象あるよ。これが後々非文明になると、闇を含めた速攻でよく使われるらしいですな。これはバレットバイスとツインパクトになってたカードですな。ナイトマジックしか軽減しない点は注意だね。バレットバイスは5枚目以降もあるかもしれないけどこれはなさそうですな。面白いカードから実用レベルのカードまで高水準のパックでしたな。じゃんけんを極めよう。それではこの辺で、ドロン。